その通りだ。二人の料理はいずれも豆腐料理の限界に挑んだ大傑作。確かに出来自体はほぼ互角と言えよう。だが俺があくまでこだわったのは国際都市上海にふさわしいオリジナリティとユニバーサリティだ。マオの料理は食前のパフォーマンスから華やかなひらめきに彩られたオリジナリティに優れ、一見一色で捉えられる明快な楽しさうまさは地上を照らす太陽にも似て、世界中の誰をも一瞬にして幸福にするユニバーサリティに満ちていた。ちょっと待った！俺は視線を飛び出し中国各地の料理を学んだばかりか、裏の技さえ習得したのだ。千魚、いや千魚パイすら超えた俺の料理がオリジナリティとユニバーサリティに劣るとは理解しがたいな。いや、ショーアン、おめえの料理はオリジナルじゃねえ。どういうことだ。え、俺は食ったことがあるんだよ、おめえのと同じ料理をな。なんだと。今から7年ほど前になるか、当時食材商人として長江流域を往復していた頃、四川の奥地に遡った俺はとある店でその料理に出会った。肉にして肉にあらず、麺にして麺にあらず、口いっぱいに広がる大地の香りと儚く優しい喉越し、忘れようったって忘れられるもんじゃねえ。まさかその店って。そう、その料理店こそ国営菜館キッカル、つまり豆腐の三重奏は松庵、おめえの師匠パイのオリジナル料理なんだよ。松庵、あの豆腐料理は母さんに習った料理だったのか。冗談じゃねえ。習ってなどいるものか。豆腐三重奏は俺のオリジナルだ。誓ってもいい。パイの元を離れ山を越え、大会を見た俺だから作り得た俺のオリジナルだ。俺の。皮肉なことよの、ショーアン。パイの懐から遠ざかろうとしたおめえがたどり着いたのが教わってもいねえパイの料理だったとは。人の心は最後には必ず故郷へ帰るのだ。この長江4000里の終着点上海がおめえの限界だったのかもしれねえな。バカな。つまり俺はパイを超えるどころか。今なおパイ仙女の手のひらにいたってことか。ショーアン、今世界に開かれようとする国際都市上海において、もはや格式や伝統なんぞ何の役にも立たねえ。必要なのは今までの常識を覆すオリジナリティとユニバーサリティ。これはマオの料理の無限の可能性に上海の、そして中華料理の未来を見たんだよ。そいつには俺たち4人も十分な得したぜ。故に勝者は劉マオ神、そして劉鎮大連合軍よ。やったー！あの小僧には参ったぜ。やるじゃねえか、チビ。